マスハンター定性分析 LC-TOF、Q-TOF を使用したサンプルスクリーニングと未知化合物の探索ワークフローをご紹介します。皆様が日々お仕事されている中で、こちらに示したような課題に直面することはないでしょうか。有害成分が含まれていないか、有効成分はちゃんと入っているのか確認したい。これらは精密質量を利用した化合物スクリーニングで確認することができます。機能性成分や原因物質の探索は LC-QTOF による未知化合物の探索によって解決できます。では最初に化合物スクリーニングのワークフローについて説明します。データ取得、データベースの準備、スクリーニング解析、得られた化合物の精密質量定量のフローで解析を行います。このワークフローで重要なのはターゲットとなる化合物のデータベースです。アジレントでは LCMS 用データベースとライブラリ PCDL をご提供いたします。PCDL はお客様のアプリケーションに合わせて農薬、代謝物、E&L などがあります。また、PCDL はカスタマイズも可能です。次に、未知化合物探索のワークフローについてご説明します。データ取得、網羅的なピーク抽出、多変量解析、化合物の推定、構造推定のフローで解析を行います。アジレントでは各フローでお客様の研究を支援するソフトウェアを提供いたします。網羅的なピーク抽出をサポートするプロファインダーは、ピーク抽出に MFE アルゴリズムを使用して保持時間、化合物の質量、ピークボリュームの組み合わせで化合物リストを作成します。違いを確認するための多変量解析ソフトウェア、マスプロファイラープロフェッショナル、サンプル間の違いやサンプル特有の化合物を統計的に処理し視覚化します。構造推定を支援するソフトウェア、モレキュラーストラクチャーコリレーター、化合物の構造データをもとに MSMS スペクトルを帰属するツールです。ローカルファイルだけでなく、ケムスパイダーなどのウェブの化合物構造データベースを使用して推定を行えます。他にもQ-TOF の解析支援ソフトは充実しています。ご興味がありましたら、アジレントの担当者にお問い合わせください。詳しくはアジレントテクノロジーのホームページをご覧ください。